動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。駅名表を見ていただいてわかるかもしれませんが、現在地関東鉄道常総線の大宝駅に来ています。聞き慣れない方の方がやっぱ多いですかね。ここには大宝八幡宮という神社があって、でちょうど今風鈴祭りというのを今やっているということ で、まあ最近風鈴を見ることもなくなってきました。僕自身もなので久しぶりに風鈴の音が聞いてみたいなと思ってこの企画をついてみました。というわけでぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。大宝八幡宮、今ちょうど僕が歩いている坂を登って左側にあるということなので行ってみたいと思います。風鈴祭りこの時間帯になってくると9時までライトアップしていたらしいので、あ、もう見えてきましたよ。あー、大きな鳥居だ。ここが大宝八幡宮です。早速鳥をくぐって風鈴祭りがどんなものなのか見てみたいなと思います。僕も初めて見るのでその前に挨拶をしていきましょう。最近神社に対する敬意の念が足りないっていう何か心の声みたいなのが聞こえるので失礼します。こんな感じなんですね。大宝八幡宮風鈴祭り、園児たちの作品です。割れやすい素材なので絵を触れる、土台の足に触る、無理に風鈴鳴らすなどはしないようにということで、はい、僕も眺めるだけにしておきます。めちゃめちゃ綺麗だな。めっちゃ音いい。聞こえますかこれ。めちゃめちゃ風鈴がいい音を出してる。いい音色を奏でてる。癒されるこれ。ご覧ください、無数の風鈴がいい音色を奏でてます。最高。しばらくお聞きください。子供たちが本当に一生懸命作ったたくさんの風鈴がこうやって一つのアートとして飾られてます。せっかく神社に来たんです。しばらくちゃんとしたお参りというのをしてないので改めて敬意を表すという意味を込めてお参りしていきたいと思います。
終わりました。本殿の周りにもたくさんの風鈴がかけられてますので、それもちょっと見ていきたいと思います。いい音がしますね。ちょうどこんな感じに吊るしてあるんですよ。なんていうのかな、この灯籠というのだろうか、こんな感じに吊るしてあるんです。大宝八幡宮初めて来たんですけど、それほど広い境内ではないんですが、本当に親しみやすい感じなんですけれども、こんな感じになっております、ね、こっちにも風鈴がかけられてます、ね、残念ながら間に合わなかったんですけどね。風鈴完布期間4月31日で先着先行全部売り切れちゃったということで、無地の風鈴で自由にデザインができるという風鈴なんですけども、こちら配布が終わりまして、でその配り終わった風鈴がこうして飾られてるというわけですね。というわけで今回の動画いかがでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。本当にね、夏の風物詩をしっかりとこの時期に体感することができて幸せでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。